11月27日テレパシーブログです。3、2、1、はい、はい、今日はウルトラ寒いです。今日朝起きたらというかずっと夢で掃除してたんですね。なんだかよくわからないけど、掃除をする気になりました。断捨離というやつですよね。なんかいろんなものを捨ててきました。そしてずいぶん迷ったんですけど、過去に作った CD、あれ400枚ぐらい新品で残ってるんですけどね。まああれはコミケとかに出してきた CD なんですけど、まあ今僕が聞いてどうかっていうとやっぱり結構恥ずかしいんですね。あのすごい自信作だったらうわーってあのショップにも載せたりするんでしょうけども、まあそうじゃないな、でも配るのもなって感じで、処理場に今日持って行ったんですね、他の者たちと共に。そしたら、CD は伊藤氏の場合は燃えるゴミだから燃えるゴミで出してくださいと言って突っ返されました。これはね、捨てちゃいかんってことかなと思ってもうちょっとだけ持っとくことにしました。そんな CD でもいいから欲しいという方は差し上げますので言ってください。はい、まあ大変忙しいです。それじゃあまた。